俺は30年間医療機器メーカーで技術者として働いてきた。誰よりも早く出社し、誰よりも遅くまで残業する日々。技術の探求とそれを形にする喜びだけが俺を支えてきた。しかし今年のボーナス支給日、その努力が全て無意味だったと突きつけられる瞬間が訪れた。女性部長は俺に笑みを浮かべながら信じられない言葉を投げかけてきた。就業規則通りボーナスは5963円よ。30年の勤続をたった数千円で切り捨てられた屈辱、それが俺の中で何かを決定的に変えた。その瞬間、俺は静かに言った。今までお世話になりました。その一言を残し、俺はその場を去った。だが、この屈辱が俺を動かした。俺には技術がある。これを武器に、俺は即座に起業する決断を下した。そして、俺が動き始めるや否や、神田から鬼のように着信が入る。私は佐伯智弘、55歳。大手の医療機器メーカーで開発者として日々働いている。もともとは町工場で工業用の製品開発に従事していたが、あの頃の私はどちらかといえば機械の性能や精度にしか興味がなかった。目的はただ一つ、工場の売り上げを伸ばすこと。それが仕事だった。しかし私の人生はある出来事をきっかけに大きく変わった。当時勤めていた工場は経営が厳しく、毎日のように赤字の報告が届く。社長も従業員も皆疲れきり、工場の空気は重苦しかった。そんな中、私の母が脳梗塞で倒れ、リハビリを余儀なくされる。病院でのリハビリは母にとっても辛いものだったが、何より心を痛めたのは、母が自力で動くことができなくなった姿を見ることだった。その時、私は思った。機械が人の役に立つことができれば、こんなに嬉しいことはない、と。その思いから、私はリハビリ用のランニングマシンの開発に着手する。当時の技術を駆使し、母のリハビリに少しでも役立つものを作りたい一心で試行錯誤を繰り返した。そしてついに製品化に成功し、それが工場の窮地を救う結果に。このリハビリ用ランニングマシンは市場で大きなヒットを飛ばし、母を含めた多くの人々に喜ばれた。それは私にとって仕事の成功以上に大きな喜びだった。この出来事をきっかけに、私は今の大手医療機器メーカーから若くしてヘッドハンティングを受けることとなる。自分のアイデアが人々の生活に直接影響を与えることができるという事実に心を動かされた私は、この申し出を受け入れることにした。そして新しい環境で新たな挑戦が始まってゆく。それから月日は流れ、今ではこの会社に勤めて30年が過ぎようとしている。医療機器の開発に携わることで、私の中で人のために役立つものを作りたいという思いがますます強くなっていった。新しい技術やアイデアを形にするたびに、私は自分の仕事に誇りを感じてきた。だが気づけば私が最年長になってしまった。技術職にやりがいを感じている俺は出世にはまるで興味がない。若い頃から機械と向き合い、その精度を追求することに全力を注いできた。だから役職や肩書きに魅力を感じることは一度もない、そう思ってきた。最年長になってしまった俺には、周囲から
自然と威厳というものが求められるようになっている。だが俺にとって開発者としての本分を全うするためには役職や肩書きなど不必要だ。それらの重責はむしろ俺の行動を制限し、現場での自由な発想を邪魔するだけ。だからこそこれまで現場の最前線で働くことを希望し続けてきた。そんな俺たちの開発部にある日突然新しい部長がやってきた。しかもそれは開発部初の女性部長だという。男だらけの開発部にこう一点が配属されると聞いたとき、部内は少しばかりの興奮と好奇心で盛り上がった。しかしその新部長が実際に姿を現すと、その雰囲気は一変する。彼女の名前は神田真理。37歳という若さで営業部で数々の功績を挙げ、女性活躍の風潮も後押しして最年少で部長に昇進したエリートだ。神田はこのポジションに選ばれた理由を自分のキャリアにとって重要な一歩だと捉えているようだ。俺には開発部を改革することが彼女にとっては次のステップ、つまり役員への昇進のための足がかりに過ぎないように見える。神田が開発部に来てから俺たちの部門と彼女との間にはすぐに大きな溝が生まれている。彼女は営業部出身で、何よりもコミュニケーションやチームワークを重視するタイプ。しかし開発部のメンバーは技術の探求に没頭する職人気質のものばかりだ。無口でぶっきらぼうな開発者たちは彼女のやり方に全く馴染めず、逆に神田もまた俺たちの不愛操作に苛立ちを募らせている。彼女の部長就任から数ヶ月が過ぎた頃、優秀な開発者の中でも特に目をつけられた者たちは次々と厳しい扱いを受けるようになった。彼女の改革方針にそぐわない者はすぐに排除されるか、居心地の悪い状況に追い込まれていく。もちろん俺もその標的の一人だ。俺は最年長であり、役職も何も持たないただの技術者。神田にとって俺の存在は厄介な障害にしか映らないのだろう。これまでのキャリアに誇りを持ち、開発に全力を注いできた俺は、彼女の視点からは過去の異物に過ぎないと感じている。そしてついにその日がやってきた。年に一度のボーナス支給の日、神田部長は俺のボーナスを手渡しながら霊笑を浮かべてこう言った。就業規則通りボーナスは5,963円よ。俺の30年にわたる努力や貢献がわずか数千円に切り捨てられた瞬間だった。彼女の言葉に込められた無別と無関心で俺の考えが変わる。ボーナスの支給日、俺たち開発部の恒例行事となっている飲み会が行われた。普段はみんなでささやかながらも祝杯をあげる日だ。例年なら部長も参加して部署全体での親睦を深める場となるのだが、今回は違う。誰も神田部長を誘わなかった。いや、誘わなかったというよりも誰一人として彼女の参加を望まなかった。あの霊笑と共に放たれた言葉が俺たちの心に深い傷を残している。神田部長の就業規則通りボーナスは5,963円よという発言は、30年にわたる俺の貢献を無にするものだった。まるで俺の存在自体が不要だと言わんばかりの扱いだ。そんな部長と酒を酌み交わすなど到底考えられない。実を言えば俺自身はこの部の最年長として男ばかりの中で孤立しがちな神田部長との橋渡し役を担おうとしていたつもりだった。彼女が初めての女性部長として就任した時、俺は
彼女が順調に部門に溶け込めるよう何かと気を配った。部長としての責務を果たすには、彼女が俺たち開発部のメンバーと良好な関係を築くことが不可欠だと思ったからだ。しかし、彼女にはその気遣いは一切響かなかった。それどころか、彼女は俺たちを見下すような態度を取り続け、その結果が今回の5963円というボーナスだ。さすがにこの扱いには俺も我慢の限界を感じている。飲みの席では自然と神田部長への愚痴が飛び交った。彼女の不遜な態度や開発部に対する冷たい視線に皆が不満を募らせていた。そんな中、誰かが俺に向かって冗談半分で言った。佐伯さん、もう一層独立しちゃったらどうですか？俺たちもついていきますよ。その言葉が俺の中でくすぶっていた考えに火をつけた。部長に見放されたことで、俺もまた独立という選択肢を真剣に考え始めるようになったのだ。これまでの経験と知識を生かし、自分の手で新しい道を切り開く。それは決して無理な話ではない。酒の勢いも手伝って、俺はその提案に少し乗り気になった。部長から厳しい扱いを受けている開発者たちも、冗談半分で、俺たちもついていきます、と言い出す始末。みんな神田部長のことを心から嫌っているのだ。しかし、酔いが覚めるにつれて、俺は一旦冷静になった。独立は重大な決断だ。勢いだけで判断するわけにはいかない。そこで俺はこの話を神田部長との交渉材料として使うことを考えた。彼女の態度が改善されれば、それが最も穏便な解決策だと思ったからだ。翌日、俺は部長室を訪れ、神田部長に話を切り出した。せっかく我々開発部の部長になったんです。もっと仲良くやりませんか？神田は俺の言葉を一蹴するように笑いながら答える。こんなゴミの吐き溜めに私がいつまでもいるわけないでしょ？その言葉を聞いた瞬間、俺は彼女の心の中に俺たちへの尊敬や配慮など微塵もないことを悟った。この部門を立て直そうとする意思もなく、ただ早くここを離れ、出世の階段を上りたいだけなのだ。俺は深く息をつき、もう一度問いかける。いつまでもそんな態度ならば、俺も会社を離れる選択肢を考えます。だが、彼女の返答はさらに冷たいものだった。そうしてくれた方が助かるわ。冗談で始まった独立の話が現実のものとなる瞬間だった。俺はもうここに残る意味がないと確信した。翌日、俺は決断を固め、部下たちにも伝えた。俺を含む4人で新たな挑戦に踏み出すことを。今までお世話になりました。30年勤めた会社に別れを告げることとなった。俺たちが独立を宣言したとき、神田の反応は驚くほど冷淡だった。まるで俺たちの存在そのものが彼女の計画にとって何の価値もないかのようだ。神田は俺たちが去ったことで開発部の改革がよりスムーズに進むとさえ思っているのだろう。俺たちの独立は彼女にとって障害が消えたに過ぎない。俺たちの決断が神田にとって全く脅威と感じられていないのは明白だった。それどころか、彼女は俺たちが自ら辞めたことで部下たちの士気が高まることを期待しているように見える。神田の中では俺たちがいなくなったことで開発部が彼女の理想に近づくための第一歩を踏み出したのだと勝手に解釈しているのだろう。我々が束になって起業するということを後から知ったのか、神田から着信が入る。
今さらになって何のつもりで電話してきているのだろう。彼女ともう一度話すつもりはないし、今彼女と話をするのはこれからの我々の妨げでしかないことは明らかだ。当然彼女からの電話に応じることはしなかった。しかし神田からの着信は続く。思い当たることがなくもないが、こちらの準備が整うまでは彼女と話をするつもりはない。連絡に応じないことで神田は動く。神田は営業部で培った経験をフルに生かし、俺たちに対する攻撃を開始した。まずは取引先への根回し。彼女は俺たちが大企業の看板なしにこの業界で生き残ることなど不可能だと考えているようで、取引先に対して俺たちの悪評を広めることに注力し始めた。営業出身というだけあって、彼女の取引先の扱いは非常に巧妙だ。俺たちが独立してもそれが単なる一時的な気まぐれで終わるよう、取引先に強い印象を植え付けるため、神田は自分の影響力を最大限に発揮した。俺たちがどれほどの技術を持っていても、営業の分野では彼女にかなうはずもない。神田は俺たちの独立に対する反応が表面上のものだけではないことを証明していた。彼女は自分の立場を守るため、そして俺たちが彼女の手から逃れられないことを示すために、徹底的に根回しをしていたのだ。俺たちは独立後の最初の仕事を手にするため、取引先にコンタクトを取ろうとした。しかし、返ってくる反応はどこも冷ややか。かつては熱心に応じてくれていた取引先が急に態度を変えたのは明らかだ。神田が背後で何かをしていることは間違いなかった。悔しいが、俺たちは営業面では全くの素人。技術には自信があるが、それをどうやって売り込むかについてはまだまだ学ぶべきことが多い。神田の手際の良さに俺たちは歯が立たなかった。開発だけを行ってきた俺たちにとって、営業という分野で戦うことの厳しさを痛感させられる日々が続く。取引先への影響力を持つ神田の手により、俺たちの独立は予想以上に困難な道のりとなった。彼女の策略によって俺たちの計画は次々と頓挫させられ、思い描いていた順調なスタートは遠のいていく。技術者としての誇りと信念を胸に、なんとか道を切り開こうと俺たちは懸命に努力を続けていく。神田の策略がさらに進む中、彼女は俺たちの独立を笑い飛ばしながら部下たちにこう言い放った。あんな老兵の集まりで大企業に半期を翻そうなんて、見積もりが甘いにも程があるわ。だが俺たちにはまだ策が残っていた。神田が得意とする営業の分野では確かに打ち負かされたが、俺たちには技術開発の分野で勝つための大きな武器がある。そう、特許だ。俺たち4人が共同で開発し所持している特許は、古巣の大企業にとっても今後の経営を揺るがすほどの重要なものだ。神田は俺たちが持つこの特許の力を完全に見落としていた。いや、社内における俺たちの存在価値そのものを見誤っていたのだ。我々が起業すると知って執拗に連絡を取ろうとしていたのはこのせいだ。彼女は我々が会社を辞めた後で我々の所持する数々の特許について認識したのだ。営業だけに気を取られ、技術の本質を理解していない彼女にとって、俺たちの特許の価値は目の前にあってもただの紙切れに過ぎなかったのだろう。俺たちはまず古巣の大企業に対して特許の利用料の支払いを求める行動に出た。これまで開発部で俺たちが培ってきた技術は単なる発明品ではない。
大企業の競争力を支えてきた基盤そのものであり、その使用料を正当に支払わせる権利が俺たちにはあった。さらに俺たちは過去に共同開発を行っていた企業を重点的に開拓し、取引先として再度アプローチする。大企業の名がなくとも俺たちの技術力には自信がある。そしてかつて共に働いた企業の担当者たちも俺たちの技術と誠実な対応を知っている。神田が手を回していたとはいえ、かつてのつながりは簡単に消えるものではない。俺たちは自分たちの強みを最大限に生かすことにした。大企業の持つリソースやブランド力には到底かなわないが、俺たちには独自の技術力と迅速で柔軟な対応ができるという強みがある。大企業が捨てた細やかな対応や顧客に寄り添った開発姿勢を武器に着実に取引先を獲得していく。この戦略が功を奏し、俺たちの会社は次第に安定した基盤を築いていった。取引先は増え、売上も順調に伸びている。そして何よりも大企業から得られる特許の使用料が会社の成長を支える大きな柱となっていた。数年後、俺たちはついに満を持して古巣の大企業との商談の場に向かう。今度の商談は特許の使用をめぐる対等な共同開発、さらには共同経営の話を持ちかけるためのものだ。俺たちはこの日を待ち望んでいた。これまでの努力が報われる瞬間が訪れようとしている。商談の場に足を踏み入れると、そこには懐かしい顔があった。神田だ。彼女は開発部の改革を終え、役員として営業部に舞い戻っていた。今や大企業の中枢にいる彼女が俺たちとの商談に姿を現したのだ。神田は商談が始まると同時に俺たちの提案に猛反対。彼女の反応は予想通りだった。かつての部下であった俺たちが今や対等な立場で商談を持ちかけてくるという事実が彼女には耐え難いものだったのだろう。自分の部下が上司になりかねない今、彼女は必死になって反対意見を述べるしかなかった。こんな話受け入れられるわけがないわ。私が営業部の役員としてここにいる限り、あなたたちとの共同開発や共同経営などありえない。彼女は怒りを隠そうともせず、俺たちに冷たく言い放った。だが俺たちには彼女を黙らせるための決定的な一手があった。それは彼女が経営に口出しするだけの手腕がないという事実を示すものだ。具体的には彼女が俺たちの独立を許したことで、大企業が特許を失い、使用料だけでも膨大な損失を出していることを突きつけた。さらに彼女の改革によって開発部の人員整理と縮小が行われた結果、会社全体の業績は悪化の一途をたどっている。それを埋めるだけの成果が上げられていない現状を前に、神田は何も言い返せなかった。そして俺は商談の場で確信をつく質問を投げかけた。神田さん、あなたが役員にまで成り上がった理由、本当に実力だけだと言い切れますか？その瞬間、神田の顔色が変わった。彼女は言葉に詰まり、横に座っていた大企業の常務もまた慌てて声を荒げ始める。だがそれがかえって彼らの焦りを露呈させる結果となった。二人が愛人関係にあるという噂は俺たちも耳にしていたが、確証が得られるまでは追及しないつもりでいた。しかし改革により日の目を浴びなくなった開発部の元同僚が内部情報をリークしたことで、俺たちは二人のスキャンダルの証拠をつかんだ。商談の場で俺はその証拠を突きつけた。
神田は顔を真っ青にし、常務もまた言葉を失う。その瞬間、彼らの権威は崩れ去った。神田が出世したのは実力ではなく、常務との不当な関係によるものであることが明らかになったのだ。こうして俺たちの商談は成功裏に終わり、大企業との共同開発、さらには共同経営の話が無事にまとまった。今回の商談は俺たちが思い描いていた以上に順調に進んだ。俺たちの独立理由から神田の不当な人事に至るまで、全てにおいて大企業側に非があることが明らかになったことで、交渉は俺たちが圧倒的に有利な条件で進められた。特許の使用料や共同経営の条件など、こちらの要求がほぼ全て受け入れられたのだ。俺は独立についてきてくれた3人の仲間と共に、新会社の役員として名前を連ねることになった。これは俺たちが共に苦労し努力してきた結果だ。さらに新たな開発部の拡大にも大きく投資することができた。これにより俺たちは技術力をさらに高めるとともに、未来に向けた新しいプロジェクトにも着手できるようになった。特に感動したのは、独立後の成長過程で加わった新しい社員たちと、大企業に残っていた開発部のメンバーが一つになり、共に開発を進めることができるようになったことだ。かつての仲間たちと再び力を合わせ、同じ目標に向かって進めることに、俺は深い感動と充実感を覚えた。大企業との共同経営を締結したものの、俺は経営に関して口を出すつもりはなかった。俺が要求したのはただ一つ、不正を働いた常務と神田の追放だ。この二人には俺たちが選んだ道とは全く違う形で会社から出て行ってもらうことにした。二人の悪事はすでに業界中に広まっており、この会社からの追放はすなわち業界からの追放を意味していた。彼らにはもう未来がないだろう。特に神田にとっては、自分が一度は掌握したと思っていた力が全て崩れ去るという耐え難い現実だったに違いない。私があんな年寄りどもに負けたの。現実を受け止めきれない様子の彼女の姿が、俺の目にはただ哀れに映った。俺たちは前を向いて進んでいくが、彼女たちにはもうその道が閉ざされている。新会社の運営も安定した今、俺は再び開発部に戻ってきた。役員なんて肩書きは早々に捨てて、俺の本当の居場所である現場に戻ることを選んだ。だが俺の意に反して捨てられなかったのは最年長という称号だけだ。この点についてはもう受け入れるしかないだろう。苦難の道を選び、理想の職場を手に入れることができた。これまでの道のりで俺の貫禄はさらに増してしまったかもしれない。しかしやっぱり俺は現場が好きだ。現場での試行錯誤や新たな技術を生み出す瞬間の喜び、それこそが俺の原点であり、これからも変わることはないだろう。理想を追求し続けた結果、今の俺がある。これからも現場で技術者としての誇りを持って進んでいくつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。